僕ら購入者からしたらここのタグって別にいらんじゃないですか。めっちゃ気になるんですよ、とにかく。だからこれないのよかったっていう声も多かって結構時間なってるな。もうこれってインした方がええんちゃうか。硬いとかちょっと日焼けしたと肩痛いとかってあるんですけど、これは7オンスやのに柔らかいんですよ。はい、本日ですね、そら人気やわヘインズの白 T のメリットデメリットをご紹介していきたいなと思います。ということで今回ですね2着購入してみました。1着っていうのはまだ開けてないんですけど、もう1着っていうのは着てない状態で洗濯にもかけてみました。縮みがどれくらい出てるんかなっていうのも見たかったんで、1回縮みをかけてる状態と、こっちはまだ1回も着てないし開けてもない状態なんですけど、このような形で新品の状態の白ということで2着で購入しました。多分めちゃくちゃ人気で去年から出だしたんですよ。彗星のごとくいきなり現れてすごいの出てきたななんて言ってたら、もう気付いたら6月ぐらいに完売したんですよ。もうなくなったやんっていう話してて、でまた再入荷があったりはしたんですけど、結構人気で、おそらく今年も人気かなと思います。やっぱ洗うと質感だいぶ変わりますね。こっちが新品の方で、こうなんていうの、ちょっととろっとしたさらっとした風合いですけど、やっぱ洗うとボコボコしたこうコットンの風合いっていうのがちょっと出てきますね。でこっちに関しては普通に洗濯して、さらに乾燥機ドラム式でもう一式仕上げてる状態なんで、特にこだわったことはやってないんですよ。コインランドリーってぶち込んだりとかじゃなくて、自宅の普通のドラム式でぶち込んで仕上がったらこんな感じっていうことなんで、縮みなんかも若干着丈が短くなったりはするかもしれないですけど、後で見てみたいなと思います。ではまあごちゃごちゃ言わんと、さあまず着ていきましょうか。 L サイズの新品の方から着ていきたいなと思います。はい、ということで着用してました。僕は身長178センチの体重今66ぐらいなんですけども、身長的に言うとちょっとイメージつきにくいなっていう方なんかはジョニーデップと同じと思っていただけたらちょうど178センチで同じなんじゃないかなと思います。で今回レビューするにあたって皆さんの購入したレビューバーッと見てみたいんですよ。ほんならいい意見と悪い意見がしっかり分かれてたんですね。ほとんどがいい意見やから、これはもうほぼマストで買いなんですけど、マストで買いなんやけども、このデメリットに当てはまる人はちょっとやめた方がいいかもっていうところがありましたんで、まずはいいところをねご紹介していきたいなと思います。価格がね2750円なんですよ。普通2750円のこういうパックティーとかってめちゃくちゃ透けるんですよね。で透けていかにも肌着感があるんだけど、これ全く肌着感ないんですよ。普通に T シャツ1枚でこうやって楽にパッて着てても全然問題ないし、もっと言ったらジーパンとかでこうやって履いちゃってもね全然問題ないって考えたら、これ2750円に全く見えへんじゃないですか。だから結構気にせずガンガン使えるし、もし最悪汚れたりとかスパゲッティ飛んだりカレー飛んだりしたとしても買えばいいわっていう風な値段っていうところが、まあ、気にせずガシガシ使えるっていうところもそうやし、7オンスあるから結構丈夫なんですよ。意外とガシ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 洗った状態でも、確かにコットンの風合いってこういうなんかこうシワのカシカシっていう感じが出てきたりするんですよ。ちょっと毛羽立ってくる感じ、マップにすると分かりやすいですかね。こうボコボコしてる生地の風合いってあるじゃないですか。でも新品の時ってあんまりそういうボコボコした風合いってちょっと目立たないんですけど、やっぱりその毛羽立ちがちょっと洗濯して乾いたら、髪の毛もそうでね、ペターンと日中してるとしてても風呂入ってパッてやったらふわっとしてくるじゃないですか。そんな感じで毛がふわって立ってくるんですよね。だからまあこの辺は仕方ないかなと思うんですけど、7オンスで丈夫やから、あ、すごいいいやんって思うじゃないですか。そういうのって大体ゴツゴツしてるじゃないですか。硬いとかちょっと日焼けしたと肩痛いとかってあるんですけど、これは7オンスやのに柔らかいんですよ。7オンスって一応厚みの話ではないので重さの話なんで、7オンスも重さがあるってことはおそらく分厚いよね、透けないよねってことはガシガシしてるよねと思ったら柔らかいんかいってなってくるんですよ。なので着てても不快感がないっていうところで、そういう声も結構多かです。であと一回こっちに着替えてみたいんですけど、乾燥機とかかけるとパックティーって一発でいくんですよ。やっぱり生地が弱いから、もともと肌着として作られてるから、乾燥機なんかかけた瞬間にもうグイーン歪んでくるんですよね。でもう首ビヨンビヨンみたいになってくるんですけど、これ乾燥機もかけた状態でどこまでね耐えれてるか。やっぱり着た感じ結構縮んでますね。丈がだいぶ短くなってるな、わかります？結構短くなってるな。もうこれでインした方がええんちゃうか。ちょっとまあまあええか。やけどどうなんやろう、サイズ感的にめちゃくちゃジャストになってるような気はせんでもないんやけど、縮みたくない方とかは乾燥機かけない方がいいですね。ドラムとかだけでもおしゃれ着洗いだけで終わらせて、干すのは部屋で干したり外で干したりしてれば、ここまでギュッて縮んではこうへんと思うんですけど、後で何センチ縮んでるかちょっと見てみたいなと思いますけどもね。こうやって洗っても形がね崩れたりはしないですよね。特にこの首元とかこうビヨビヨなったりするやつってあるじゃないですか。でそういうのもないし、この袖口とかがこうビヨビヨしてくるとかっていうのは全くないし、裾とか丈のところでも全然問題ないので、ちょっとこれ短く見えるけどこんなもんなんかな。さっきがちょっと長かったんだな。実はデメリットのレビューっていうか、これちょっと嫌でしたっていうので着丈長いっていう声結構あったんですよ。それはねこんな感じで解決できるので、洗濯機でぶち込んで洗うとか、あと自宅にドラム式がもしない方とかやったら、コインランドリーとか行って乾燥機かけちゃったらね結構縮み出てくると思うので、もし着丈長くて悩まれてる方とかいらっしゃったら、そういう対策もねいいんじゃないかなと思います。他とかやったらタックインとかしてね着られるっていう方もいらっしゃって、 Amazon のねヘインズ公式サイトでもこれ販売してたんですよ。でそっちの方がなんか安いんですよ。定価より安くて 20% か 10% か忘れたけども、一応そこよりも下にリンク貼ってるんですけどもね、そこのレビューではタックインしてこんな感じで着てジェームス・ディーンをイメージしてますみたいなこと書いてるところもあったりとかしたような気するので、今の時代ジェームス・ディーンっていうよりかはやっぱり僕らの世代的にはソリー
町とかその辺り竹野内豊とか、まあ、その辺りになってくるかなと思うんですけど、そういうところが良かったよねっていうお声もあるし、あとタグレスって何っていうと、首のとこにタグないんですよ。最近ねちょくちょくこういうの見かけるんだけども、刻印だけなんですよね。白ってよう見たら刻印がここに入ってあるんですけど、それだけっていうの結構多くて、ハイブランドとかもよくやってるんですよ。ジルサンダーとかもやったりしてるんやけど、まあ、こんな感じですよね。こんな感じでジルサンダーなんかもここにタグとかもない状態やし、ペインズ自体がもともと BHT シャツとかもまあタグとかない状態でしたけども、そんな感じだったり、あとロンハーマンとかもこういうタグがない感じで、僕ら購入者からしたらここのタグって別にいらんじゃないですか。めっちゃ気になるんですよ、とにかく。だからこれないのよかったっていうお声も多かって、確かにわかると思ったし、それがにもサイズ感がスタンダードのサイズ感やからよかったっていう声もあったんですよ。それこそオーバーサイズとかでトレンドっぽいサイズがちょっと苦手っていう方もいらっしゃったりするので、夏仕様に今から変えます。そういうところでね、結構ジャストサイズで着れるっていうのはいいよっていうお声があって、いやそれもめっちゃわかるわと思ってね、そういったところが結構多かったですね。だから結構形いいとか思ってるより良かったとか、そういう声が多くて、実際確かに僕のスタッフもこれ購入したんですけど、去年ね、これ安いけどええやんなって言われて、確かにいいなって話をしてたんですよ。ただこれね、デメリットがあって、何のデメリットなんかっていうと、白っていう名前ついてるんですよ。ペインズ白っていう名前ついてるんだけど、白と言いながら白じゃないんですよ。何言ってるかわからへんっていう人もいてるんだけども、買った方やったらめちゃくちゃわかるんやけども、白と言いながら白じゃないっていうのがすごいデメリットやっていう方もいらっしゃって、映像を見てる感じ全然白じゃないですか。え、白ですけど何がってなるんやけど、よく見てください。もはや白、きなり、ちょっときなり通り越してクリーム色ぐらいまでいってるんですよ。でこういう真っ白の T シャツとかと比べたりしたら、もう全然色違うんですね。今これちょっと画像っていうか映像ではホワイトバランスが無理やりカメラ優秀で合わせようとしてるんですよ。だからそんなに違い出てないんですけど、外で見たら全く色違います。全然白じゃないんですよ。アンミカさんが白は200種類ぐらいあるとか言ったよりも、ほんまやと思います。確かにアンミカさん言ってる通りやと思うぐらい白じゃないんですよね。だからそれが結構レビューとして低かったっていうところもあって、嫌がってるというか、これがちょっと微妙でしたっていう方もいらっしゃったんで、それぐらいがね唯一のデメリットじゃないかなと思います。これをね逆に真っ白にしちゃうと、染料で蛍光染料っていうのを入れるんですよ、白にするときって。それを入れることによって青くするんですね。実は白じゃなくて青に近づけるんですよ。でそれをすることによって白に近づいていくっていうことなんで、実は人間のホワイトってイエローに寄ってるのかブルーに寄ってるのかって、この2色があるんですよ。ブルーに寄ってたら真っ白になってくる、イエローに寄ってたらちょっときなりがかったりクリーム色がかったりするんですけど、このシェインズの白に関してはまさにそのきなりがかってる元々のコットンの色してるんですね。まさにこの状態ですよね。このコットンの綿の状態から全部綿抜いた状態ってこうやってきなりになってるじゃないですか。これが本来の色なので、髪の毛も一緒ですけど、やっぱりカラーリングするで傷むと同じで、やっぱコットンもカラーして蛍光色入れていくとどんどん硬くなってきたりゴワゴワしてくるっていうところもあるので、あえて多分この色を出してるというか、この色でやってるんやと思うんですけどね。そうすることによってナノオンスもあるのに着心地がいいっていうような仕上がりになってるんじゃないかなと思います。で人間にはね、自分の肌とか目の色でパーソナルカラーっていうのがあって、まあ、ここにも資格ありますけども、パーソナルカラーによって黄色が似合う人と、いや逆に白っぽいブルーの方が似合う人っていてるんですよね。で僕なんかまさにこの黄色が似合う方のイエローベースなんですよ。ただ日本人ってブルーの方が多いんですよね。なので意外とヘインズの白って似合わない人も多いんですよ。似合わんくなったらどうなるかっていうと、おじいさんの寝巻きみたいになってくるんですね。で逆に似合う人が着るといい着こなしというか、いい抜け感が出てくるんですよ。例えばこういう色味とかで強いって言ったら、ミリタリーとかも同じような系統に入ってくるんですけど、ミリタリー着てボロ毛に見える人とすごいなんかマッチする人っていうのがあって、ボロ毛に見える人はこういうブルーベースの人がちょっと似合いづらかったり、逆にこなれ感が出てくる人っていうのはイエローベースやったりとかっていうのもあるので、同じ白でもちょっと色をどっちに振るかによって、なんかあの人おじいさんの肌着着てるように見えてしゃーないとかっていうのもあるので、元々持った肌の色とか目の色で、それ以外にやったら日焼けの仕方とかそんなんとかでも多少はわかるんですけど、もし興味あったらお近くのとこでパーソナルカラー診断で知るとこ多分絶対あるので、大体何万円かするんですけど、それ1回受けとけば今後二度とカラーで困ることないから、絶対僕はおすすめだと思います。ちなみに僕はやってません。診断持ってるけどやってませんので、お近くで興味あるとことかあって、女性の方やってくれるとことかも多いので、男性でやってる人あんま少ないかもしれないけど、自分のね似合うカラーを分かっておけば今後の洋服選びめちゃくちゃ楽しいから、全部似合うやつしか買わへんし、オンラインとかでも着なくてもどの色が似合うかも分かるんですよ。なので、あこの色俺似合わへん、あこれ絶対似合うやん、じゃあ買おうみたいな感じで買えたりとか、とにかく圧倒的にたった数万円出すだけで今後の何十万何百万の買い物のミスがなくなるんですね。だから僕はぜひこのパーソナルカラーは皆さん受けていただきたいなと思うんです。僕のところで受けないでください。僕はやってないので受けないでほしいなと思うんですけど、ちょっと気なりが出てるっていうところが、逆に似合う人もいてるし似合わない人もいてるから、似合わない人からしたら多分星1になるんですよ。で逆に似合う人からしたら全く気にならないと思うんですね。むしろこなれ感が出て、こういうジーパンとの相性めっちゃいいってなってくるんやけども、そこだけねちょっと注意していただきたいなと思います。で最後縮みすぎてね見ていきたいなと思います。僕着てる感じは L でこの感じだったら全然普通かなと思うんですけど、個人的には選択した後の方がね
好きな感じかなと思います。でちょっと見てみましょう。新品の着丈が69で62まで縮んでるから7センチぐらい縮んでますね。その短くなるわ。袖丈は洗濯前は22センチ、洗濯後は20センチ、2センチぐらい縮んでんな。身幅は54が新品で洗ってる方が49まで縮んでますね。だからドラム式やると相当縮んでますね。やっぱ乾燥機かけると、乾燥機かけたらやっぱりねじれてますボディが。普通にちゃんと綺麗にまっすぐパチってやってんねんけども、肩もぴっちり合わせてんねんけど、ボディがこっちにこう歪んでんの分かるんですよ。こうヒュッて歪んでんので、これなんでこんなことになるかっていうと、糸の揃い方なんですね。糸ってこういう風に揃えてたらこっちにこう曲がっていくんですよ。で新品の時はそういうのがないようにされてるんですけど、車高って言って斜めに行くことが車高って言うんですけど、それがどんどん洗濯するごとにこうグリ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 曲がってきよるんで、特にこういうドラム式とかで乾燥グッてかけちゃうと結構車高してくるような感じですね。縮ますには乾燥機全然かけていいと思うんですけど、長く着たいとかちゃんとピシッと着たい方とかやったら、乾燥機はかけずに普通に洗濯してポンポンって干してあげた方が多分長く持つと思います。やっぱり洋服って水が一番傷むんですけど、その次に熱とかも傷んだりするので、乾燥機ってやっぱ特に熱かけたりとか遠心力でぐるぐる回したりするので、あんまりそういうことはしない方がいいので、極力大事に着るんやったら洋服のおしゃれ着洗いだけしてハンガーにかけるっていうのがね、良かったんじゃないかなと思います。1回ぐらいやったらそんなにいじれてるって分からへんけど、何回も5回6回って繰り返してくると相当曲がってくると思うので、洗濯には注意じゃないかなと思います。ただ乾燥機かけへんくても普通に洗濯するだけで多分縮むと思うんですよ。ここまで一気に7センチも着丈縮んだけど、乾燥機かけたらそんだけ縮むけど、乾燥機かけへんくても 2,3 センチは絶対に縮むので、一つ面白い実験やったんじゃないかなというふうに思います。今年はまだ現在全然普通に販売されてるんですけども、去年が一応6月の末時点でレビュー見たら完売しましたっていうのがあったんで、おそらくヘインズも人気やからガーッと数は積んでくると思うんですけども、できるだけこれはね早くご購入されるのがいいかなと思います。っていうのもパックティーとか白の T シャツある中でも多分だいぶ上位の方やと思うんですよ。こんだけの仕上がりのこんだけのクオリティで2750円って言うたらありえへんじゃないですか。僕結構パックティーは嫌なタイプなんですよ。所詮肌着やろうと思ってるタイプなんですけど、これに関してはもう肌着のレベル超えてるやんって思ってるので、自分が結構着なりの洋服とかカラー的にいけるよっていう人、今まで奥さんとかにもミリタリーとかちょっとダメージとか言っても全然かっこいいやんって言われてたっていう人はいけるかなと思うんですけど、ちょっと着なりの洋服着てた時になんかおじいさんみたいねとか、あんたそれ似合ってないねって言われたら、ちょっと今回はスルーしてもいいんちゃうかなと思いますし、ミスったとしても2750円からトライはねしやすいんじゃないかなと思いますので、今回はソラニンキアはヘインズの白はどうなんというところのね動画を撮らせていただきました。僕もねおそらく今年の夏全メンズが買うべきアイテムっていうところで、多分おそらくこの白は出そうと思ってるんですよ。ただもちろん条件付きで全員が似合うわけじゃないから限られてくるんですけど、洋服ってそういうもんじゃないですか。洋服で全員が全員似合う洋服なんかありえへんから。ただ2750円このクオリティも高すぎるので、ぜひぜひ皆さん買ってくださいっていう動画を出そうと思ってますので、またそれもね見ていただけたらなということで、それは神セブンこの夏に全メンズが買うべきアイテムっていうのをね撮ろうと思ってます。ということで本日はですねヘインズの白 T を紹介してみたいな動画になって、またまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。